観光情報番組読谷ラジオ。この番組は読谷村商工観光課ほか各社の提供でお送りします。おはようございます。2017年2月5日日曜日、時計の針は9時を回りました。今日もここ読谷村高志穂にあります。失礼しました。あれ、そうなんです。今日はですね、なんと機械メンテナンスのために、FM 読谷の本スタジオから赤嶺かなえ放送しておりますよ。観光情報番組読谷ラジオ、今日は1週間ぶりぐらいかな、赤嶺かなえが、パーソナリティ担当させていただきます。どうぞ、10時までの1時間よろしくお願いいたします。いつもはね、体験王国紫村サテライトスタジオからね生放送してるんですけれども、はい、今日はねメンテナンスということで、今日は FM 読谷の本スタジオから放送しているんですけれども、なんか赤嶺かなえが観光情報番組読谷ラジオにね話をさせていただくようになったのは、10月の後半からなんですけど、緊張しております。なんでしょうね、やっぱり喋る場所が変わるとね、なんだろう、全部が新鮮で、すごいちょっとおどおどしている赤嶺かなえなんですけれども、はいね、これから1時間、放送していきますよ。いつも通りね、はい、番組自体は、はい、始めていきますよ。観光に、沖縄にいらした方、そして読谷村に遊びに来ている観光客の方、そして地元の方にもこの読谷村の歴史や文化、自然、そして地域の声など、このラジオでしか聞けない情報を皆様に届けていく番組となっております。これから10時までの1時間ですね、赤嶺かなえとともに読谷村のお勉強をぜひぜひしていきましょう。はい、今日は日曜日ということでですね、イベントもね盛りだくさんな読谷村でございます。第9回立花立花イチャビラ祭がですね、今日、読谷平和の森球場で行われますよ。はいね、いいね。FM 読谷もですね、そのスタッフで入っているんですけれども、はい、皆さんもねお時間ある方はぜひ行っていただけたらと思います。10時から5時まで開催しております。番組の後半でもね詳しい情報を皆様に届けていきますのでね、情報をぜひぜひゲット、ぜひ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 ゲットしてていただけたらと思いますよ。はい、今日はちょっと緊張しております。赤嶺かなえ、たまにはこんなかなえもいいんじゃないでしょうか。はい、放送していきますけれども、はい、なんだろう、すごい緊張している、頭の中が真っ白です。でも
ラジオしますはい、10時までの1時間どうぞお付き合いください。今日のナビゲーターは赤嶺かなえです。それではここで今日のドライビングナンバー皆様にご紹介いたします。今日のドライビングナンバーは沖縄で活躍しております、女性ガールズバンド思いトランスの、サマーウォークスという曲を皆様にご紹介させていただきますよ。この曲私も大好きな曲でしてね、いや元気ない時、いや元気出したい朝によく聴く曲でございます。はい、私とね同い年のメンバーが、バンドをしているんですけれども、なんか若い方たちのこういうね頑張りが私にすごい力を与えてくれてたりします。私も負けてられないなっていう気持ちにすごいさせてくれる、はい、曲そしてメンバーでございます、沖縄で活躍しております思いトランスさんのサマーウォークスをお届けいたします。どうぞお聴きください。お届けした曲は沖縄県出身アーティスト思いトランスでサマーウォークスでした。
聞きいただいた今日のドライビングナンバー、思いとらせサマーウォークスをお届けいたしましたけれども、はい、大好きな曲ですよ。本当に元気出ましたね。時計の針は9時10分を回りまして、ここで、皆様に今日の天気予報をお知らせしていきますよ。はい、読谷さんはちょっと曇り空でございますけれども、沖縄の天気予報さあ見ていきましょう。今日の天気概況からです。はい、沖縄本島地方では5日夕方から北の風が強く吹き、沿岸の海域ではですね、波が高くなる見込みとなっております。沖縄地方は高気圧のへりにあたり曇っています。はい、そうですね、今日曇りみたいですよ。はい、南の風やや強く、後北の風強く曇り、夕方から雨です。波 1.5 メートル、後3メートルです。降水確率はお昼12時までが 20%、 12時から6時が 70% で、6時以降が 60% となっております。はい、日中の最高気温は23度でございますよ。はい、そうですね、今日はちょっと夜になると北の風が吹いて寒くなるということですので、今ちょっとね、まあ肌寒いぐらいですけど、夜はねちょっと冷え込むと思いますので、羽織るものを持って外にお出かけしてくださいね。今日は日曜日、さあ家族サービス、そしてデートとかね、いろいろね皆さんご予定あると思いますけれども、夜は冷え込む、そうですよ、ちゃんと羽織るもの持ってお出かけしてくださいね。そしてもしかすると突然の雨が降るかもしれませんので、傘を持ったりね、なんかタオルをちゃんと、ハンカチをねちゃんと持って出かけたりね、そういうね対策もぜひぜひしていただけたらと思います。はい、沖縄の天気ちょっと変わりやすいですよ。皆さん観光で沖縄にいらした方もぜひ気をつけて一日過ごしていただけたらと思います。それでは皆様、今日も一日素敵な日曜日を過ごしましょう。以上、今日の天気予報をお届けしました。観光情報番組よみたんラジオ、時計の針は9時13分を回りました。ここで今日の沖縄知っとこクイズでで、さあ今日も沖縄知っとこクイズ出題していきますよ。はい、今日の沖縄知っとこクイズは沖縄の方言の問題を出しますよ。今日の沖縄知っとこクイズはこちら、でで、沖縄方言でチャーガンジューとはどういう意味でしょうか。沖縄方言で、うちら口でですね、チャーガンジューとはどういう意味でしょうか。さあさあさあ、分かった方はぜひね、メールでお答えしていただけたらと思いますよ。多分観光で沖縄に訪れた方や初めて聞いた人はね、どういう意味だってね思うと思うんですけど、ね、お姉さんチャーガンジューとかね、そんな感じで使いますよ。さあさあさあ、答えが分かった方ぜひぜひメール送っていただけたらと思います。メッセージ、皆様からのメッセージどしどしお待ちしておりますよ。メールアドレスご紹介しましょう。メールアドレスはすべて小文字、 FM 数字の786 @ fmyomitan.co.jp、 FM 数字の786 @ fmyomitan.co.jp でございますよ。皆様のメールお待ちしております。懸命に観光情報番組よみたんラジオ宛て、よみラジと、ね、入れていただけましたら分かりやすいでございますよ。はい、今日のナビゲーター赤嶺かなえです。皆様からのメッセージをお待ちしております。はい、それでは、観光情報番組よみたんラジオ CM を挟みまして、番組の後半いろいろなね、よみたんさんの情報を届けていきますよ。今日のよみたん何でも調査団では、あのみんなの大好きなポーポーの店の情報を届けていきますよ。 CM の後もまだまだ続きます。
読みた？なんでも調査団。読谷なんでも調査団、はい、どこにでもある、でもそこにしかない、読谷ラジオから始まる発見と触れ合い、あなたの知らないの枠を広げる読谷なんでも調査団。さあ今日もね、こーらさあ今日も読谷なんでも調査団ではですね、読谷の情報を皆様に届けていきますけれども、今日ご紹介するのは私も大好きなこちらのお店、ご紹介しますよ。まずは詳しくはこちらをお聞きください。さあ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 、どうぞ。はい、どうぞお聞きください私は今地域振興センターの1階にありますポーポーの店ひとときさんにお邪魔しています。それでは自己紹介お願いします。皆さんこんにちは、ポーポーの店ひとときのぎままちこです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まちこさん、はい、私の大好きなポーポーの店ひとときになんと、はい、新メニューが出たんですよね。そうなんですよ。もう詳しく聞きたいです。もう早くみんなにね、お知らせして食べていただきたくて、はい、はい、よかったです今日。よかったね、本当に。よければ一つずつ紹介してください、はい、どんな商品が出たんですか。はい、はい、ですね、ポーポーはシンプルなんでいろんな味が楽しめるんですよね、はいはい、それでいろいろそうですね、ご飯代わりといえばタコ巻き。タコ巻き、はい、タコ巻きってどういう、はい、のタコミート、皆さんご存知ですよね。タコライスとかになってる。そう、 あれをちょっとアレンジしてポーポーの中に巻けるように、あの仕込みをして、それとチーズですね。チーズを、はい、巻いてあるので、美味しそう。結構おつな味で、ね、はい、はい、美味しいと思います。それとあのサラダ巻きっていうのがあって、ポテトマカロニとかサラダありますよね。あ、はいはい、それと、うん、それからレタスとパプリカが中に、色合いが綺麗かな、パプリカ入れてそれを巻いてあるんですと。それも結構あの人気、はい、人気。それからあとおやつ感覚で食べるのがバナナとピーナッツバターを塗って、はい、シナモンシュガーまぶして、はい、それを巻き込んであるのが、もうバナナピーナッツ長いからバナピーにしました。バナピー、かわいい、はい、バナピー、はい、あーでも、うん、あ、美味しそう。この、はい、これ1本250円ですけど、ハーフは130円ですね。ハーフサイズも販売してるんですね、はい、そうです、はい、はい、素敵。やっぱ私もともとポーポーの水ひとときさんのポーポーが大好きだったんですけど、はい、いろいろな種類が出てもっと好きになっちゃうじゃないですか、はい、もうぜひぜひもっともっとこれから考えて、はい、アイデアいっぱい出して、あの、はい、どんどん新しい商品出していきたいと思いますので、はい、もうはい、お楽しみにしてください。楽しみにしてます、はい、何度でも足を運べるように。そうですよね、このポーポーの、はい、以外にもサタンダギーだったり、はいはい、サタンダギーも種類を増やしてですね、コーヒー風味と、コーヒー風味がある、はい、それからフルーツっていうのはオレンジのマーマレードとかのありますよね、はい、まあ、旬の果物をこう混ぜてジャム状にして、はい、それをサタンダギーの中生地に練り込んで、はい、作ってあるので結構風味がいいと思います。あとシンプルな黒糖風味と、ね、はい、美味しそう、はい、まあ、いろいろ考えてます、ね、皆さんに美味しくね、楽しんでいただけるように、ね、はい、毎日考えてます。もう毎回来るたんびに私も衝撃を受けるぐらいだから、はい、いや、いいですね。皆さんもぜひ遊びに来てくださいね、はい、ぜひぜひ、はい、地域振興センターの1階にありますのでね、はいはい、よければ聞いてる人に最後に一言ください、はいはい、皆さんいいことだらけのポーポーの店ひとときにぜひぜひ足を運んでください。お待ちしてます。お待ちしてます。はい、ポーポーの店ひとときのまちこさんからお声いただきました。ありがとうございます、はい、どうもありがとうございました。はい、お声届けさせていただきました。地域振興センターの1階、地域振興センターって皆様どこにあるか分かりますか。あの読谷ファーマーズマーケットユンタ市場、そしてユンタ市場の隣で、JA 沖縄ユンタ支店の
が入っています地域振興センターがあるんですけれども、そちらの1階にありますよ、ポーポーの店ひとときさんですね。私もね、もともとねこのポーポーの店ひとときさんのポーポーが大好きでよく買いに行ってたんですけれども、新メニューが登場したということで、食べました。タコス巻きとバナピ、はい、なんだろうねタコス巻き、いや最初はね、最初はちょっとで、ね、びっくりするじゃないですか、ポーポーってちょっとね甘いイメージがあるから、このタコミートとね、どんなねマッチングすね、思いますよね。ね、美味しかったよ一言で言うと。でもこのチーズがねすごい、なんだろう、このポーポーとこのタコミートのねバランスをね、なんかいい感じに合わせてくれて美味しかった。いいよ、なんかね、なんだろう、新しいけどね美味しいね、なんかね美味しいいやまずは食べてみてくださいって感じですよ。はい、もうタコス巻きも美味しくて、あと自分はねめちゃくちゃバナピが美味しかった。バナナ&ピーナッツ、略してバナピ、めちゃくちゃ美味しかった。もう美味しかったですよ本当に。あのね本当、私ね食べたのが3時ぐらい、もう本当にサンジジャーで食べたんですけど、バナナ&ピーナッツめちゃくちゃ美味しくて、あれいいよねえ、みんなもぜひ食べてください。なんかポーポーと、あと多分シナモンも入ってるんじゃないかな、本当に、砂糖もねまぶしてて、ちょっとねあの食感も楽しめますしね、もう本当にサンジのおやつにめちゃくちゃいいです。ポーポー大好きな方、そして新しいポーポーを求めている方、ぜひぜひ食べに行ってみていただけたらと思いますよ。はい、本当に美味しかったバナピ皆さんもね、ぜひぜひ食べに行ってみてください。地域振興センターの1階にありますポーポーの店ひとときさんですね。土曜日が定休日ですけれども、日曜日今日はね、元気に営業しております。皆さんもぜひまちこさんに会いに来てくださいね。もうなんか2月に入ったからね、あの新商品もこれからもっともっと出していくっていうことなので、はい、皆さんもぜひポーポーの店ひとときさん好きになって、そして情報もぜひぜひゲットしていただけたらと思います。はい、今日の読みたんなんでも調査団はね、地域振興センター1階にありますポーポーの店ひとときさんの情報を届けさせていただきましたよ。続いてはこちらのコーナー行きたいと思います。さあうまく流れるでしょうか。私本スタジオからの放送で緊張しております。さあ続いてはこちらのコーナーです。流れないですね。あ、流れました空想と現実が入り混じる魅惑の琉球ランタンフェスティバルへ出かけよう。12月3日から2月26日まで読谷紫村にて開催中。さまざまな種類のランタンに照らされた紫村が見せる琉球王朝の美しい夜景。この冬、空想と現実が入り混じる魅惑の琉球ランタンフェスティバルへ出かけませんか？イルミネーションでは味わえない感動をあなたに。琉球ランタンフェスティバル。忘れないあなたがくれた光、覚えてる、あなたの光る瞳。読谷夜明かりプロジェクト、心に刻む冬の読谷。このコーナーは読谷夜明かりに関連し、読谷村内の光がある風景や冬の夜を彩る情報を皆様へお届けしていくコーナーでございますよ。もうね、読谷夜明かりプロジェクトもねそろそろ終わりに近づいておりますよ。大気おすすめフェアスタンプラリーがなんと2月12日までの開催となっています。ちょうど1週間ですよね。あと今1週間で終わってしまうということで、めちゃくちゃ切ねー、めちゃくちゃ切ねーよ。赤峰かなえもねやっと2枚目終わるぐらいのねあれですけど、あ、もしや大気スタンプラリーがわからない方いらっしゃるようです。
ご紹介しましょう。読谷村商工会より大気おすすめフェアのお知らせがございますよ。商売の神様大気をシンボライズ、大気おすすめフェアスタンプラリーを平成28年12月3日土曜日から平成29年2月12日日曜日、1週間後ですね、3ヶ月にわたり開催してまいりました。まさしく村内丸ごと大気おすすめフェアの会場となりますよ。今年はなんと118店舗の企業が参加しております。期間中参加店舗の大気おすすめ商品を購入するとですね、スタンプが1個もらえます。そのスタンプを3つ集めて参加店舗の抽選箱へ投函してください。抽選で往復航空券やホテル宿泊券、自転車読谷村特産品など豪華景品が当たりますよ。はい、スタンプカードは参加店舗にてご用意しておりますので、詳しくは詳しくは読谷村商工会ホームページを検索していただけたらと思います。スタンプラリーに参加して豪華景品をぜひぜひゲットしていただきたいなと思いますよ。私も欲しいんですよ。もうね、1位とかもうねもう航空券とか当たっちゃうんだからね、すごいよね。読谷村でね、美味しいもの食べて他のとこまで行けちゃうみたいな、もうすごいよね。はい、もうね、読谷村もう全体でもう盛り上げておりますこの読谷村夜明かりプロジェクトなんですけど、もう大気おすすめフェアの大気って誰なんだって感じですよね。はい、大気っていうのはね、あの読谷村の偉人でございますよ。読谷祭りに、ね、来たことある方は、ね、ご存知かと思いますが、一壁大気といってですね、今から500年ほど前にですね、あの時難しいとされていた中国への航海を、ね、海を渡ってですね、豪福もしたということで有名な大気でございます。商売の神様として今もね、皆様でね受け継がれております大気なんですけど、その大気のおすすめフェアということでですね、地域を挙げてのイベントとなっております。皆さんもぜひ参加していただけたらと思いますよ。スタンプを3つ集めて参加店舗の抽選箱へ投函してください。詳しくは商工会ホームページさん、ホームページさん読谷村商工会さんのホームページを見てみてください。大気おすすめフェアのガイドブックがね、そのまま掲載されておりますので、どういうお店が出店しているのかぜひぜひ見ていただけたらと思いますよ。はい、以上今日の読谷夜明かりプロジェクトのコーナーでした。Day by day on the sun. Day by day on the sun. Day by day on the sun. Day by day on the sun.観光情報番組読谷ラジオ、時計の針は9時31分を回りました。はい、こちらからのコーナーではですね、読谷観光名所の紹介やイベント情報をお届けしていきますよ。そのイベントを届けていく、情報を届けていく前にですね、私の大好きな曲皆様にお届けしましょう。ユナイテッドナムジャーネーションさんのオンダスさんを皆さんに届けていきますよ。さあ今日は日曜日、
ね、恩田さん。はい、楽しんで、ちょっと疲れてますね。すいません。じゃあこちらの曲どうぞお聴きください。どうぞ。過ちが重すぎても神様がいなくても気まずいて転んで目の前が枕で行き場を失っても光を照らしてくれる気になって夜も眠れない自転車で漕いだ道別れを選んだ日の夜つまずいて転んで届けしました曲は読谷村出身アーティストナムジャーネーションさんの恩田さんをお届けさせていただきましたよ。はい、ということで観光情報番組読谷ラジオ9時35分、そろそろ36分を回ります。はい、ですね、こちらのコーナーでは、はい、読谷村の観光名所の紹介をしていきたいなと思いますよ。はい、ですね、皆さん、私の大好きな読谷村の観光名所のご紹介をさせていただきますよ。はい、私の大好きなと言いますかね、一番行ってる
はい、FM 読谷以外で一番読谷村に来てる場所といったら、読谷村にありますザキミ城址ですね。はい、皆さんもね一度は行かれたことあるかなと思うんですけれども、県内外の方に人気な観光名所となっております。読谷村のザキミグスク城址ですね。はい、そう、私もねちょっと血がね通ってるらしいです。ごさまる様のね、築城したお店、あ、お店じゃないよ築城したお城今日ダメですね。はい、一応築城したお城でございましてですね、はい、もう本当にね築城家として名高い御三丸のもうねお城、本当にねまだ行ったことない人はねぜひ行ってくださいよ。実はここね、あの無料で入れるのでね、車でフラーっと行ってパパパって登ってね、ちょっとね、階段が急だったりちょっとね坂を登るのでね足腰が痛い方だったりね、ちょっとあのね、山登りみたいな感じになるので、ね、ちょっとね運動がてらという感じになるんですけれども、はい、めちゃくちゃいいですよ。もうザキミグスクに登って読谷村を眺めてほしいねえ、もうすごく綺麗なんだから。私の一番大好きな読谷村の観光名所となっております。ザキミ城址から見える海、そして読谷村の街、あとね茶壇とかね遠いところまでね綺麗に見えますよ晴れてる時はね。ぜひぜひ皆さんも登ってみていただけたらと思います。やっぱこの読谷村のザキミ城址をはじめね、沖縄県にはねたくさんの読谷村、沖縄県にはたくさんのね城址ありますよ。カツレングスクだったり首里城もねそうなんですけれどもね、あるんですけど、なんとザキミグスクはこの沖縄戦の時にねあまり崩れなかったということで、やっぱりねこの何百年も前のものが残ってるんですよね。やっぱねこの整えた部分もあるんですけれども、やっぱりね本当にもう500年前って全然近いなって思いますよね。あの時生きてた人たちが作ったものが今まだ残ってるってね思うとすごい近い感じがしますよ。はい、読谷村に観光に来て歴史、沖縄の歴史にぜひ触れていただけたらと思いますよ。本当に沖縄の歴史としてねもう全部つながってるんですよ。この御三丸をはじめ他の王様たちとの関係図だったりね、はい、御三丸は首里とはどういう関係だったのかとかね、そういうのもすっごい勉強になるし楽しい時間過ごすことができますよ。皆さんもぜひ行ってみてくださいね。はい、ザキミ城址、なんかあのザキミ城址の何がすごいかって、このザキミ城址、ね上がっていくと、そうそうそう、あのね石しかないんですよ首里城みたいにねお城が建っているわけじゃないんですけど、このお城の跡ということでこの石が見ることができます。あのねもう本当に綺麗なんですよ、ね、でそのザキミグスクのすごいところはこの岩のアーチがあるんですよ。この階段を登っていくとこの要はもうアーチで分かるか伝わるかなもう曲線美なアーチがあって、このねアーチをね初めてくぐった日のこと私はまだ今でも覚えてると言いますかね、中学校だったかな、うわすごいって、自分の頭の上まで石があるみたいなこれ落ちてこないんだすごいと思ってね、いやーもう築城家御三丸ねえ私のご先祖様と言ってあれですけど本当にかっこいいなって思いますよね。こんなのを考え出しちゃうんだって、だってあの時代はねクレーンとかそういう機械がない時代ですよ。ない時代に自分より高いものを作り出すっていやーすごいなって思いますけど、はい、ちょっとこれ語り出したらちょっと止まらないのでこれぐらいにしますけれども、はい、皆さんもぜひぜひね、ザキミグスク登ってみてください。はい、ザキミ城跡のふもとにはですね鶴亀堂ぜんざい、私の大好きな鶴亀堂ぜんざいのお店ございます。ぜんざい屋さんね、琉球ダイナマイトバイオレット、ん、バイオレット、ダイナマイトバイオレット、ん美味しいご飯、いやもう、あ、美味しいぜんざいが余ってますよ。鶴亀堂ぜんざいも皆さんぜひ行ってみていただけたらと思いますよ。はい、以上今日のね私の読谷村観光名所の紹介でございました。皆さんもぜひぜひ行ってみてくださいね。そしてイベント情報を届けていきますよ。はいはいはい、イベント情報でございます。今日ね読谷村はブチャビラ祭
日開催されておりますよ。中日ドラゴンズ大好きな方、リッカリッカ、イチャビューラサイに皆さんぜひぜひ行ってください。入場無料になっておりますので、お祭り会場に皆さんぜひ足を運んでいただけたらと思います。今年で第9回、はあ、すごいね、はい、今日の、ね、10時から5時まで開催しておりますよ、10時までこのラジオを聞いてまあこのラジオを聞きながらぜひイチャビラ祭に行ってみていただけたらと思いますよ、中日ドラゴンズグッズの、ね、抽選会でね、応援屋台村もやっております。美味しいものがたんまり並んでおりますよ。皆さんたんまり美味しいものがたんまりたんはい、皆さんもぜひ行ってみてくださいね。あと FM 読谷もね、ミュージックライブということでですね、中継者でね会場にいますので、 FM 読谷のブースにもねぜひ遊びに来ていただけたらと思いますよ。今日2月5日日曜日、10時から5時までの開催というようになっております。雨天でもね決行するということですよ。一応ね今日雨はね一応沖縄降らないっていう予想は出てるんですけど、夕方からですねちょっと雨が降ってくるかもしれません。なのでちょっと5時頃にはね雨が降ってるかもしれないので、傘を持ってぜひぜひね遊びに来ていただけたらと思いますよ。はい、もうね2月ですから、はい、今日もうね中日ドラゴンズがねもう合宿違うかキャンプがもう始まってるということですので、皆さんもぜひ行ってみていただけたらと思います。今日イベント当日の連絡先をご紹介しましょうね。読谷村観光協会さんですね、070-5480-7202 070-5480-7202 となっておりますのでね、はい、何か情報が知りたい方とかね何か聞きたいことがある方はこちらの電話番号に、ね、お問い合わせしていただけたらと思いますよ。皆さんもぜひぜひ遊びに来てくださいね。はい、あとですね読谷村の2月イベント盛りだくさんでございまして、私が気になってるイベントこちらです。読谷八千市が、JA ユンタイ JA ユンタイ市場駐車場でね開催されますよ。今月2月25日2月26日となっておりますよ。はい、このね読谷村の八千文、皆さんあのね私はね最近やっとね八千文の里に遊びに行ったんですけど、本当にいいんですよ。なんかもうね車を止めて歩いてねいろいろな八千文をね眺めながら散歩、いいよ。もうねいい休日の過ごし方だと思う。今日ね時間ある人ぜひぜひ八千文市行ってみてください。もう楽しいが八千文の里ね、ぜひぜひ遊びに行っていただけたらと思います。そんな、伝統芸能すごい盛んな読谷の読谷八千文市がね2月25、26日にここ JA 読谷ユンタ市場のね駐車場で、開催されます。皆さんぜひ遊びに来てください。お問い合わせはね読谷村共同販売センターにつながりますよ。098-958-1020 098-958-1020となっておりますのでね、皆さんもぜひぜひ遊びに来てくださいね。はい、読谷のイベント情報をお届けいたしましたよ。はい、CM を挟みまして観光情報番組読谷ラジオ、あの読谷村特産品プレゼントが当たる情報をご紹介いたしますよ。 CM 後もまだまだ続くよ。お前ならばだ、
戦争レンタカーラジオドライブマップ、ご案内します。戦争レンタカーラジオドライブマップ、このコーナーは沖縄県レンタカー協会参助会員の FM 読谷がドライブマップを活用し、さまざまな情報をラジオでお届けするコーナー、ラジオドライブマップ。さあ、レンタカーをご利用の観光客の皆様、お待たせいたしました。レンタカー沖縄ドライブマップの22ページに読谷村特産品プレゼント情報が掲載されておりますよ。はい、ぜひ、ね、22ページ開きながら見ていただ、聞いていただきたいんですけれども、レンタカー利用した観光客のあなただけです。もう沖縄の人には当たらない、そんな読谷村特産品プレゼント情報が掲載されております。毎月10名様になんと5000円分の読谷村特産品プレゼントが当たるチャンスでございますよ。はい、すごいね、5000円分だよ、すごいね。ねえ、記載されているメールアドレスにメールを送るだけで、読谷村特産品プレゼントが当たるチャンスでございますよ。皆さんもぜひぜひ応募していただきたいなと思いますよ。メールアドレスにですね、住所と電話番号、連絡先と、あと観光情報番組読谷ラジャーテッドを懸命に入れていただきまして、ついでにね、読谷村に訪れた時の、あのエピソードなんかもね、一緒にね記載され、記入して、メールを送っていただけたらと思います。当たるのでね、ぜひぜひ応募していただけたらと。いや本当に読谷村のね、鼻浮いとかが当たったりするんだよ、やちむんとか、いいよね。いやもう沖縄の人はね、もう当たらんくて悔しいはずよね。え、観光で訪れたあなたしか当たらないんだから、もうぜひ出題、もうメールしていただけたらと思いますよ。以上、今日の面相レンタカーラジオドライブマップのコーナーでした。オカマバーを経営しているアキナです。私のお客さん、酒を飲むと泣いてしまう人が多くて、でもそんな時に私紹介するの、観光情報番組読谷ラジオを聞いてねって。するとね、お客さんは帰り際みんな笑顔になるの。あなたも観光情報番組読谷ラジオ聞くのよ。オカマのアキナでした。はい、観光情報番組読谷ラジオ、時計の針は9時50分になりましたね。はい、お時間が経つの早いもので、もうね最終コーナーでございますよ。特産品プレゼントを皆様ぜひぜひご応募くださいね。観光で訪れた方、あなたにしか当たりませんよ。ぜひメールしていただけたらと思いますよ。はいね、ということで、観光情報番組読谷ラジオ、あとご紹介してませんでした、あれですね、読谷夜明かりプロジェクトということで、はい、今はね、読谷の夜に遊びに来るとね、素敵な風景を見ることができますよ。ホテル日光アリビラさんや、沖縄残波岬ロイヤルホテルさん、そして戸口ビーチの岩獣ファームさんだったりね、今しか楽しめない夜を彩っております。あと紫村ございますね、琉球ランタンフェスティバルも2月26日までの開催となっておりますよ。もう今行かないでいつ行くの、今でしょうねえ、ぜひ遊びに来てください。あと道の駅きなばん商さんもね、夜5時ぐらいから9時ぐらいまでかな、
と、なんだ提灯が、灯されております。今しか見ることができない風景をがね、皆様をお待ちしておりますので、ぜひね遊びに来ていただけたらと思います。はい、大気おすすめフェアスタンプラリーもね、あと1週間の開催となっておりまして、2月22日にはね、大気おすすめフェアスタンプラリー抽選会も開催されますよ。はい、もうねどんどんイベントがね過ぎ去っていくのは寂しい気もしますが、読谷荘もねどん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 盛り上がっておりますので、はい、皆さん今日の休日ぜひぜひ読谷村に遊びに来てくださいね。いいですか、来てくださいよ。もし遊びに行く場所がわからないとか、何どこが一番おすすめなんだろうって方は、キナ番所に、聞きに行くのもそうですけど、 FM 読谷にもぜひぜひ遊びに来てください。 FM 読谷のね、あの入り口のところにね、あのパン、リーフレットとかいろいろなチラシもね置かれております。読谷情報がギュッギュッギュッと詰まったねリーフレットなんかもいっぱいありますよ。その中でも読谷あるよマップがね置かれております。全20店舗の掲載がされておりますよ。ホテルニコアリビラさん、そして残波岬ロイヤルホテルさん、そして紫村、そしてガラ青い海さんの近くにの通りにねあります、読谷のお店を紹介している読谷あるよマップとかね、皆さんもぜひ見ていただきたいと思います。残波通りおこし会というね、あのもう本当に地元を愛する、そして地元の方々が作ったリーフレットございます。こちら無料で配布しておりますので、こちらを見ながらねぜひぜひ読谷のいいお店とかね探してみていただけたらと思いますのでね、はい、ぜひぜひ読谷村に遊びに来る際は FM 読谷にもぜひ遊びに来てください。今朝もね、あの朝この読谷 FM 読谷のねスタジオに、遊びに来ている家族もいらっしゃいましたね。もうねいいですよ、もう遊びに来てください、ぜひぜひね、お待ちしてますので、はい、今日はねメールも届いてますのでご紹介させていただきますよ。ラジオネーム新次小林さんからです。ありがとうございます。もう愛知県からも本当にもうありがとうございます。かなえちゃんおはよう。おはようございます。はい、かなえちゃんの声を聞くのも久しぶりかな。そうですね、1週間ぶりぐらいですよ。沖縄の空も雲が厚そうですね。名古屋は雨が降ってきてめっちゃ寒い。ふるるるる、かなえちゃんの声も聞けたし幸せな一日になりそうだぜ、イエーイ。ということで、昨日の夜からミートソーススパゲッティが食べたくて我慢せず早朝からミートソース作ってますよ。昼までには出来上がる予定だよということで、かなえちゃん忙しいと思いますがしっかり食事をして体調崩さないようにして、私はねご飯を抜くとすぐ体調崩す、だから食べる食べてるのは生きる意味だっていうぐらい食べるのが好きです。はい、ですね、チャーガン柔道、チャーガン柔道、この使い方で合ってる？クイズの答えも入れてみましたよ。ではかなえちゃん、今日は素敵な日曜日をお過ごしくださいねということですよ。ありがとうございます。新次小林さん、一日素敵な一日過ごしますよ。はい、ありがとうございます。ラジオネームサブウェイさんからも届いてますね。かなえちゃん久々やないつから関西人に最後まで頑張って。チャーガン柔はお元気ですか、ですということでありがとうございます。今日の、番組の冒頭でご紹介しました、今日の沖縄知床クイズ、チャーガンジューとはどういう意味ですかということで出しましたけれども、チャーガンジューとは、お元気ですか、そうですね意味でございますよ。チャーがですね、いかがとかどうですかっていう意味で、ガンジューがなんか頑丈とか頑丈元気みたいな感じの言葉のあやでございますけれども、チャーガンジューっていうことでお元気ですかっていう意味ですよ。はいさーい、チャーガンジューとかね使ってみるといいかもしれませんね。はい、皆さんもぜひ沖縄もっともっと好きになって楽しい一日過ごしていただけたらと思いますよ。はい、今日はねサテライトスタジオ抜け出して本スタジオからの生放送でございましてね、私もちょっと戸惑いながらだったんですけど、ね、たまにはいいですねこの読谷村好きはい、皆さんもぜひぜひ読谷村楽しい時間過ごしていただけたらと思います。はい、最後までお付き合いありがとうございました。この番組は読谷村商工観光課他各社の提供でお送りしました。それでは皆様また明日もこのお時間にお会いしましょう。またあちゃやー。